通報、2024年、6月14日、21時37分、今日来ていた警察官もテレビ出ていた、いたことのあるものっていうのは思い出しています。で、もうこれ言っただけで、ほら、顔取られるでしょ。隠蔽しすぎ。で、こんな世の中、正常な世の中作れるわけがない。顔だいぶ変えられるよ。本当のこと言われそうになったら。撮影したらダメだって、そんな法律ないよ。もういいか、淡井圭介のすることに逆らおうとすんな。全員法廷出ろ。有馬警察署内の全員や。あと市議会議会と県議会の議員とどれぐらいの人間が組んどってん。世間にさらせ。世界中にや。これが日本の実態ですって。さっき、20時30分頃から赤ん坊を抱えた男性。白いシャツと黒いズボンの男。もともとアリの第一タウンハイツの内部から聞こえてきた声だけども、赤ん坊の鳴き声。そいつを撮影したら、そのデータ、パソコンに移されへん。1時間ぐらい赤ん坊、泣かせっぱなし、大声で。音や声で繋がってくる。楽天の試合からせようとしてたけども、今日負けとも。この間勝ってる。で、楽天の選手の人たちが言ってる。淡井圭介が加勢したことが分かるような内容で言ってる。なあ、音とか声で繋がってくんね。あんな状況作られて、勝てるかどうか分かるやろ。こんだけイライラさせられて、で、勝った相手は広島や。裏切り者にも程がある。手抜きせいとは言わん。淡井圭介さんの言ってることの方が正しいぐらい言っとけよ。広島のも選手も。この仕組み、そういう奴らを撮影して、あと男一人と女二名、外から喧嘩を打ってきた人間、そいつもしょっちゅう喧嘩を売りに行きよう。昔からや。10年以上前からや。エロ業界側の人間の可能性高い。男一人と女二人。それを見逃しているのが警察官という仕組みになる。で、その後、家族という形で歩いてるけども、社宅というような形で一旦建物を作って、で、いろんな人間が出入りしてる、日野とか、ああいう表札の入った元畑のところ、あの場所を絶対畑として残しておかなきゃならなかったのに、身勝手に立てた連中、三井関係や、三井住友関係や。淡井圭介の今まで何があったかの、この辺のあたりのことで、それで日本全体がどうなってるかっていうことが簡単によくわかるのに、警察官が撮影するのの一言で全部めちゃくちゃや。これは本当の話や。全員法廷出廷せ、裁判官でも違法者が混ざってることが知ってる。髪の毛染めと女性の裁判官一回見たことある。それ海洋基本法違反や。そんな人間が裁判官なってええわけないやろ。すぐにやめさせよ。書記官もや。せっかく、これ世間が、また誤解するような内容になるよ。警察官のそのわがままのせいで。本当はその男と女2名の映像とか、はっきり映っとんねん。後頭部しか見れないよ。正しく音声とか声は記録できてるから、それは社会に公開しとかなあかん。何回も外から絡んできてる連中。特に女2人連れてる男とか、男を2人連れてる女とか、複数の人形。エロ業界側の可能性、非常に高い。昔からそれや、それを警察官が妨害してどうすんねん。うちから勉強し直せ、全員警護使え、淡井圭介の年上の人間でも。集団でいるから気が大きくなんねや、警察官は。一人でいてちゃんと警護使え。
なあ、この辺りめちゃくちゃにしてきた。エネルギーの残存量問題めちゃくちゃにしてきたの。有馬検察署。それと兵庫県警。今日記載しているホームページは IKS 現役の一番。ある程度見たらわかる。2024年6月14日の日付の文章や。他にもいっぱいあるよ。何回も見てるやろ。1956年や売春防止ができやがった。民間人が訴えなかったら、どうやってアダルトコーナーのある美容レンタルショップを潰すかようわからへん。そんな警察官いらんよ。給料下げろ。売ってほしいね。悪党のばっかり味方して。そのね、路業界の総本山が東京都や。知ってるやろ、それぐらい。もともとテレビ局に出とう人間がいる路業界側の人間や。責任問題にみんな上行かさあかんねや。で、その後、総理とかなった人間を世間に公開するのが一般人である淡井圭介の務めや。それがなかったら無理や、この仕組み。せっかく撮影した証拠。地域のエロ業界側と警察官が混んでたっていうことになる。実際多分中にも絶対混ざっと。世の中もともとむちゃくちゃやから。1956年は買収防止はできなかった。そいつらの親族の末裔とかは、裁判官とかに紛れ込んできよ。裁判所とか。たくさん人数、働いているところほど、どんな人間が働きに来てるかわからん。これは現実や。だから、法律で警察手帳を必ず開示しなければならないのは、名前と顔写真見せて、で、本当はメモしたり、撮影せんの無理や。覚えてられへん、本当に。どんな件で、どういうふうなことを話したか。僕の場合は相手が多すぎる。喧嘩売りに来とう、相手が。じゃあ、広島は当然、楽天さんに、2試合、渡さなあかんわな。あさってとしあさって、僕はどうにかしなかっても。で、ソフトバンクも、警察官が混ざってるやろ。全員も言い訳なんかできんねん。王貞治とかあの人たちの時代の頃も、軍って呼ばれていたけども、自衛隊員とかは混ざっとったのとちゃうか。それがもともと軍や、本当に。第二次世界大戦の後で自衛隊が出来上がったのは。その前は軍や。なあ。軍人ほどどれくらいめちゃくちゃな人間がいたかわかるやろ。平気で人殺す連中や。それが今は災害救助隊や。災害救助隊だからこそお仕事の試合があんねんや。人殺しの連中、誰も評価してくれへんよ。あいつら人殺しやなって、そういう目で見られるだけや。で、上は、議員、ふざけんなよって。お前らがどこ行けよって。今のが正しい答えと違うか。それ平気で言われへんのか。な、総理の子孫が総理になったのに、責任問題や。国会議員や神戸市議会や県議会の連中を絶対監視しとかなあかんねんや。あいつらや、高いビルとか建てさせよ。で、票を集めて、高い給与を得て、生活保護者になっても、手元にだいぶお金残るよ。それ見たらびっくりするから。で、年金はしっかりかけている。で、あとは死んだことにして、年金しっかり受け取る。めちゃくちゃや、この世の中。根性あるんだったら最後のも最後まで死んだことにならへんはずや。安倍晋三さんが死んだことになったっていうのはあの話もおかしい。親の介護で
死んだことにしたのか。母親の年齢95歳まで生きてる。普通なかなかそこまで生きていかねえ。それは命取りの世界や。命を取ってる方や。これはコンピューター、スーパーコンピューターというもの、理科学研究所、政府の所有物になってる最大の汚点や。民間人に明け渡さなあかん。そのために神戸市に設立したはずや。阪神淡路大震災を経験して、その後良い内容を今まで世界に提案してきた淡井圭介が信用されていたから、スーパーコンピューター KF 学が神戸市に設置された。ではこちらの言ってる内容通りに稼働しなきゃならない。稼働しなければならない。高次元という言葉がある。そこまで細かい言葉遣い、法廷でも裁判官は求めていない。法律面求めてくる裁判官、必要のない人間や。このように裁判所に二度と働かすな。求めてることがわからない去年の上田なんとかっていう裁判官、回答その通りにしたいだけや。で、淡井圭介には金回さん、ふざけんなよなあ。法律名出さんかっても六法全書見てるか知ってるよ。上経過の報告や。警察官誰も知らんや。全員クビになっておかないとおかしい。変、全員解雇してないとおかしい。クビっていうのはもともと自首や。で、誰に自首してん。そうやったら税金の回し合いや。会社に残ってるんだったら。なあ、どれだけもえげつない世界か分かったやろ。赤ん坊は45分ずっと大きな声で泣いと、その内容を記録して、なあ、外から絡んできた人間、ある程度や、ある程度しか映らん。もうこの時間外暗かったらもう絶対はっきり見えん。そんな映像ですらコンピューターに消されてしまうねんぞ。誰が言い始めた、撮影したらダメだって。防犯カメラでもともと認められと。なんで行政側の人間は撮影できてこちらは撮影できへんねん。話がおかしすぎるやろなあ。エネルギーの残存量問題、誰が遅らせていた。20億人以上の命がかかっているのに。河川水門開閉式弾発電や。まだいいよいいよ。老人の男性の声、当たり前やん。そいつらが淡井圭介に謝罪、ここで動画で一緒に撮影して世間に公開したらええやん。どんな職業してましたって。なあ、鹿児島県の県警本部長、隠蔽しようとしていて本当のことを言おうとしていた警察官捕まえていて、隠蔽しようとしていたのバレて、この間のニュース、あれ昔から流れと、頭丸めとやつが出てきよ、黒着て、自分たちが黒でしたっていうことで。県警本部長謝罪しと、我々が隠蔽側でしたって議会で。裁判所とどの機能や。大体地方裁判所は市議会ぐらいや。県議会が高等裁判所ぐらい。最高裁判所が国会ぐらいや。法律作ったらええ。自宅の周りとかで絡んでくる人間がいたらしっかりと撮影したらよいって。今さらパトカーを動かしたところ遅いわ。家の中で淡井圭介が撮影した時点で、その情報を盗んで淡井圭介に金回さんかったんやろ。それで、ずっと河川水門開閉式弾発電とか特許を取れんようにした。そいつらから罰金払わせて淡井圭介に払っていれば、今頃特許を通ってるよ。進めてるよ。本当は佐賀さんとかも、その河川水門開閉式弾発電とか、岸田さんも全部いるっていうことを言ってる。悪党側の警察官一体何人おんねん。さっきパトカーが出動したみたいだけど、俺にはだんだん不利に見えてくる。出動してる不利、遅い。なんで赤ん坊が泣いてる時点で出動せえへんの。淡井圭介監視する暇あったら淡井圭介家の周り監視で言うとやん。淡井圭介に言われた通りにしたらええねん。
いつから国会で各大臣と同格者として扱われてる淡井圭介と、その辺の警察官とか新米の知事が淡井圭介と同格になってん。大真面目にちゃんと勉強せ。